自由っていう言葉はね、あんまりいい言葉ではないですね。自分の理由、裏返して言うとね、自分の勝手に生きるとかですね、わがままというふうなことにもつながるので、あんまり自由自由っていうふうに主張されるのは、個人的には好きではないですよね。で、仏教的に言うと、本当の自由とは何かっていうと、多分自由という言葉ではなくて、自在っていう言葉を使うんですね。自分で、在は現在の在、あるんですね。だから、いつどういう状況であっても、自分が自分でいられるということが、本当の自由じゃないかなというふうに思うんですけどね。本当に心がフリーの状態ということでしょうかね。常に自分のままでいてもいいということですし、できないものはできないし、できることは力を発揮するし、知らないことは知らないし、というふうに常にその自分を自分として表現できるというふうなことが、実は自由に生きているというふうなことであって、なので、ただ単にね、自由、気まま勝手というふうなことではなくて、まず大事にするのが、自分でいられる、自分であるということですね。周りはもちろんそれを認めてあげると。人が人として、自分のありのままの生き方をするというふうなものを、周りは周りでこう尊重して、そういう時に本当に良好な関係ができるんだと思いますけれどもね。ただただね、自由だ自由だってこう自分勝手にこう生きるというふうなことは、本当の自由ではないような気がしますね。人間は感覚としては個ですけども、それは同時に社会的存在でもあるので、当然ありのまま自分は自分らしく生き切るというふうなことがそのまま通用しない場面も当然たくさんあって、当然社会の秩序の中に、あるいは社会の一員としているので、そのルールというふうなものは、自在であるというふうなことと同じ重みを持つほどやっぱ大事なことではありますよね。ただそういう中でも、ある程度の秩序ルールの中でも自分でいられるというふうなものをお互いに確保する努力というか、そういう道を探していくというふうなことも大事だと思いますね。何でも問い続けるということになりますけれども、バランスも問わなくちゃいけないでしょうし、本当に自分が自分でいられないような場だったらそこ出ちゃえばいいというふうに思いますし、無理してそこの空間にいる必要はもちろんないですし、やっぱそういう中で秩序と自在っていうふうなことをこう、 うまくこう調整が効くような形で生きていかなきゃいけないかな。